はい、でも、キョペイちゃんです。さあ、こういうことやっていきましょう。ということで、今回ですけども、また12時にですね、新しいガチャが来ております。こちらですね、サンダーボルテージということで、アメコミ風のガチャですね、今日から22日まで2週間開催されております。ちょっとね、特殊なガチャなんですけど、一旦説明を置いといて、まず金枠見てこっか。セダンですね、サンダーストーム。すごいよね。このセダンも、なんか、アメコミ風な、見た目で、なんかアニメのね、なんていうの、衣装みたいな、そういうデザイン。めちゃくちゃ可愛いじゃん。めちゃくちゃ可愛いっすね。まあ、さっきショップで強さは見たんですけど、まあまあ普通みたいな、ステータスではあった。で、M27 ですね。弾道、銃剣、ヒット効果、めっちゃいいな。カウンター、マズルフラッシュ、おいいね。見やすいのかな、見にくいのかな。F5 いいっすね。今回めちゃくちゃ可愛くない？で、手榴弾。これもね、めっちゃいいよね、このエフェクト。超可愛い、これ。ただ、まあちょっと撃破ボイスはないようですね。まあ、エフェクトはめっちゃ可愛いんだけど、あ、そう。撃破ボイスはないんだ。で、こっち銃ですね。M1891、モシンナガン。これも一緒かな？あ、一緒ですね。エフェクト一緒ですね。で、衣装が二つあって、打ち刀。で、これが飛行服ですね。まあ、一応、金枠のラインナップはこんな感じなんですよ。でね、何が特殊かというと、まあ、一応ガチャを引くと、直当たりで車が当たる可能性もあると。0.1% ですね。で、金チケとかもあって。で、それとは別に、稲妻のマークを貯めると、なんか、金枠がね、もらえるみたいな、そんな感じらしいです。まあ、ちょっと引いてみよっか。単発でちょっとね。あ、これダメなんだ。あ、これダメなパターンですね。多分稲妻のマークに止まればいいのかな。これもダメ。通り過ぎちゃうとダメなのか。これは、こんな感じね。で、今、これで稲妻のマークが1個溜まったんで、2個溜まると、とりあえず、金枠のこの中のどれかが当たるみたいな、そういう感じっぽいっすね。ちょっと2個溜めていきましょう。あ、で、今回もね、1万円分でどれだけ金枠が出るかという検証ということで、今とりあえずチャージ報酬の、やつを使ってはいるんですけど、まあ、1万円分使い切ったところで、チャージ報酬含めてね、どのくらい金枠当たるかっていうのもちょっと検証していきます。ちょっと一旦ね、2個目のこの、何？雷マーク。これを貯めていきましょう。2個、4個、5、6、7、8、9ってきて、12。いや、コンプしようとしたら結構大変なんだろうね。ここダメなんだ。なんかね、ダブリはダメっぽいっすね。だから新しいところに止まんなきゃダメみたいな。あ、これもダメだね。あ、でも衣装チケットが当たった。で、次で、雷確定だね。3回以内だから。はい、これで、雷マークがもう1個来ます。で、これでどうなんだ？あれ？なるほどね。そして召喚ができるという感じ。で、この金枠の中のどれかが当たるのか。うわ、ドキドキだな。10がいいな。お願いします。頼む！来い、10、10、どっちでもいい。10ならどっちでもいい。お！なっちゃかっくサンダーガール。誰よ。誰よすぎるんだよな、サンダーガール。マジか。次は4個で金枠ね。バシバシ行こうか。うわー、3つぐらいは当たってほしいな。てか、車直当たりとか、聞いてくんねえかな。神引きしない？車直当たりとか。0.1% ワンチャンあるよね。あー、これもダメだな。次、稲妻確定か。一気に来い。一気に5、6個、稲妻。1個ですか。まだ21回以内ね。意外とでも天井は、この稲妻の天井は低めなのかな？ねえ、次11回以内。あ、でも金券が残り約2000。うわ。次の、これで、ああ、来た。早いね。そんなすぐピュってくるんだ。はい、ありがとうございます。これで、来ましたね。運命のルーレット。一応あれか、ちょっとずつ確率他のやつが上がっていくパターンね。お願いします。10でお願いします。頼む！お願い！お願い！
刀来るか。まあでもこっからはあれか、次1個出ればもうあれか、金、あでも天井が増えてんのか。あラッキー、え早くねこれ、これ早いね。お願いします、頼む、銃で来い、お願い、早っ早っ、ドキドキのどの字もなかったな。ということでここで一旦1万円分は終わりで、当たったのが、衣装のサンダーガールと飛行服と、あと打ち刀ですね。はい、ということで1万円分の検証終わったところでちょっとねエキストラステージやっていこうと思います。おーおーすごいね、何11件当たったんだけどめっちゃ神引きじゃない。そういうこともあるんだね。いやでもこれ天井が増えてるからな、結局なんかね雷の数が減ってるけど必要個数がね、でも天井が増えてるから結局変わんなくねっていう。あーまた 11K ラッキー、意外と 11K 当たるのか。ちょっとあと3回だからね、単発でまあ10当たったら終わろうと思ってるんで、残りがあと衣装もう一個あんのか、怖え、衣装来そうで怖え。お願いします。衣装が 46% で10が 33% ね。OK、いける。俺はいけるはず。頼みます。お願い。嫌だ。いや、だって言ったじゃん。くぅ、サンダーボーイ。サンダーボーイ来たか。で、次天井80。きちぃ。もう1万円必要じゃない、これ。お願い。神引きして。雷神引き。頼む、いやーきちい、お願いラスト来い、いやーダメか、あと30連ね。なるほど、いやーもうほんとお願いします。10が来てくれたらもうそれでいいよなね。えいや今月末周年祭もあるからさ、お願い、これで10当たってください。頼むからいきますよ、運命の瞬間お願いします、頼む、10、よし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 、オッケーベイビー、もう死んだが、もうしっかりあれだね、金幕の中でも確率の高い方から綺麗に順番に当たっていく。え待って、80、で残り4000金券、854、いやいけるかこれ、もしかして残り金券でいけそうだね、もう一個ちょっといっちゃおう、これギリ足りるんじゃない、ざっくり計算だけどキリ足りそうな気がするんだよな。お願い、ちょっと間違って早く来てくれてもいいんだよ、雷1個お願い、頼む、いやーやばい、あーちょっと足んねえ、150金券ぐらい足んないね。はい、ということでこれでガチで、ラストにします。残りが手榴弾と車とあと M27 なんで、あれ、あー来た来た、びっくりした、来ないと思ったよ。まあ、どれが来てもね終わろうと思います。あれ増えてるか、増えてない、あでも増えてないけどいいのか、はいはい、これでね、ラスト、はい、運命の瞬間、残りが、車と27と手榴弾、まあほぼ手榴弾かな、まあでもここで奇跡を起こして27を当てちゃうかもしんない、お願いします、頼む、はい、ありがとうございます。ということで、手榴弾が当たったんで、モシンナガンも最終形態にしてちょっと射撃場でねエフェクト見てみましょう。はい、ということでね、モシンナガン最終形態にしてきたので、これとあと手榴弾ね、この2つをちょっと試していこう。じゃあまずはモシンナガンのエフェクトから見ていきましょう。頭で、あ違う、うわかわいい。いやかわいいな、これ良くない？マジで。ああ、ま、遠目だとちょっと分かりづらいけど、でも近いと普通にね、めっちゃ可愛いもん、これ。いいなぁ、このエフェクト。で、ほら、ちゃんとね、なんていうの、このマズルフラッシュも見えるね。可愛い。手榴弾は？手榴弾はどうですか？可愛い。嫉妬してしまうほど可愛いな。はい。いや、いいね、これ。うわー。
俺のグレにもなんか追加でつけてくんないかな。アップデートで俺のグレアップデートしてくんないかな。いや可愛いこれマジで。銃もちゃんとね漫画の衣装みたいなねそういう感じになってる。めちゃめちゃ良くないこれ。外した。うわー可愛い。ちょっとグレを近めでね見てみよう。いいな。いやいいです。はい、このグレーいいです。めっちゃ可愛い。もうね、素直に、素直に可愛いと思います。うん、めっちゃいいと思う。はい。なので、まあ、グレーね、ただ、確率高いように見えて、一応僕は、もう本当にね、最後の最後に当たったんでね、よかったら参考にしてみてください。バサー。さあ、ということで、行きましょう。秋葉スタート、どこ降りる？こっち来るか？いや。なんか多分駐車場を、よし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 、銃来た。駐車場あたりじゃない？その辺だよな。いや、この辺に降りてたよな。あれ？いや、サンベスとかも残ってるぞ。あれかな？どっか行ったかな？地下って思って。地下ってなってどっかに走って行ったか？いないもんね。わからない。こっちの方かな？いや、でも行くとしたらこっちの方なんだよね。この、なんか、高いビルがあるらへん？おおお、なんだ？いるね。下にいるか？いや、当たってるか？あ、いた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 。あれか。やっと、やっと見つけ、あれかな？最初被ってたの。まあ、多分そうだよな、でも。やっと見つけた。お、ここもいるね。上かな？上っぽいな。上にいるね。これうまくやれてるかな俺。うまい具合にジャンプできてるかな。ちょっと行ってみるか。ダメだ。もう階段難しい。階段諦めました。あれ？おお。柵邪魔すぎ。柵邪魔すぎ問題。もう降りた方が早いわ。降りた方が早かった。ここ、格空き。ん？格空きないか？ないな。あ、待って、チュノさんいるな。チュノさんいるじゃん。ちょっと。セダン欲しいな。それはちょっとセダンが欲しいな。あ、なんか車走ってる。待って。なんだ？なんだお前。なんだお前。終わったね。ちょい、頑張ったよ。ちょっと頑張ったわ。でも、グレでいけるか。そこだよな。はい！どう？オッケー！やってくー。オッケー。いてやめて。この人のだよね。違うか？わかんない。2個飛んできたな。この人が死に際に放ったやつ。かな。ちょっと怖い。でも許されてるっぽいね。この人なのか。どうしよっかね。家に入っちゃうか。どうするか。ここで家に入って、なんだ。どこ。いて。あれか。OK！ここで家入ってさ、次家外れた時がしんどくなりそうなんだよな。迷うね。どうしよっか。お、なんだ、なんかいるぞ。あれはもしや、これはもしや、こんにちは。いや、こんばんはか。こんばんは。オッケー、やっていく。危ない。引かれるとこだったぜ。ちょっと危ないね、ここね。逃げようか。シュノさんいたわ、見っけた。あー待って、プッシュ。プッシュは欲しいよ。何が出るかな、何が出るかな。おー、なんか来た、なんか来た。そしてまた。はい、こんにちは。こんばんは。よくない。ちょっと、ここで、あそこで戦うのはちょっとさすがによくないね。どっか行ったか？あー、そっち側の家に行くのね。オッケー。さあ、アンチがどうなるか。はい。おー、寄った。
あ、でもギリ入ってんのか。いえ。じゃあここ取って車守ってた方がいいよな。ちょうどなんか車もどっか行ってくれた。あ、撃たれてる撃たれてる。こっち来そうだな。残り7。この試合ね、勝たなきゃいけないよ、チュノさんのためにも。どう来る？後ろも、あ、なんだ。あ、さっきの。おっし、落ち着け。オッケー、やっていく。残り4。急に減ったな。急にものすごい勢いで減ってってるぞ。残り4。おーおーおー、残り3。いいよ。いいよいいよ、もっと。もうあと2人ぐらい減ってくれ。行くか。山の上いっそうだよな。どうだろう。いや、いるよな。あ、待って。車。なんか追いかけてくるよ。強気だね。おぉ。お、来るか？オッケー。無理やり。無理やり。強引に燃やしていく。あと1枚。あと1枚。え、どこにいるこれ。あと1枚。え、どこにいるんだ、どこだ。もうすぐ縮小が。安全地帯が縮小しています。いや、わからんわからん、どこだ。あれ、家、家かな。いや、そんなことないよな。どこだ、どっかに伏せてるか。あっちの、あっち側のどっかの岩の裏とかかな。あの岩、怪しいか。いや、ああああああ、なんだ。なんだなんだなんだ。まあいいか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。後半のね、未公開の、これいつだった、結構前に撮ったね、東京マップ終了間際ぐらいの試合の動画だったんですけど、なんか声がね、鼻声だね、風邪っぽかったのかな。まあね、他にもあるんですけど、まあ、とりあえず今回はこれでということで、おやすみなさい。